では白石先生にお越しくださいました。先生ありがとうございます。ありがとうございます。先ほど推薦を終えましてですね、参議院議員の北村賞を取りになりました白石先生にお越しいただいたわけなんですけれども、先生おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、北村議員さんからのこう表彰状をいただかはって、ご感想どうぞ。いやもうドキドキしてただけで、いやいやいや、そうなんですよ。緊張しますよね。緊張しました。本当にね、でも本当に先生のこのミシェルはとても綺麗な繊細なカッティングと素晴らしい構成力だったんですが、先生の先生でいらっしゃる堀先生からのご指導はいかほどでしたか。はいはい、もう何かにつけて1枚重ねるたびにご相談するというぐらいの。そうなんですか。そんな感じです。完璧に近い作品に仕上がったそうですね。そうです、すごく。お教室の雰囲気いかがでしょうか。とってもいいですよ。そうなんですか、はい、先生はどちらの方からいらしてくださったんでしょう。三重県の津市からです。そうなんですよね、はい、今日は雪が多い関西の方からお越しくださいまして、今回のこの授賞式に間に合ったわけなんですけれども、はいはい、こんな先生北村賞とかお取りになったら来年から責任重大ですよ。もうそれはもう名前がこう残りますからどうでしょう。これいい花道にしたいと思ってるんですけど、ますますのご活躍をね私たちは楽しみにしておりますので、はいはい、よろしくお願い申し上げます、はい、ありがとうございました。